こんにちは。こんにちは。今日はこれです。種の起源、ダーウィン。種の起源、ダーウィン。今更って感じするんですけれども、この訳が出るまではなかなか読みにくい本だったんですよ。種の起源という本は。それがこの人の訳が出て非常に読みやすくなりました。で、読みやすいっていうのは非常に大事なことで、学術的にちゃんと第1版から第6版まであって、それを第1版にはこうなってるけれども第2版でどうなってるとかいうふうに指示するって確かに大事なんですけども、やっぱりちゃんと一つの本として読めるっていうのは大事だと思うんです。で、この本はこのシリーズですね、公文社の古典新訳文庫なんですけれども、非常に読みやすいです、どれも。で、このダーウィンのこの本も種の起源、非常に読みやすいです。で、ダーウィンのこの種の起源って何が書かれてるかって言ったら、別に進化のことが書かれているわけではないんです。進化という言葉は一回も出てきません。変化を伴った推移とかそういう、言葉で書かれてますけれども、基本的には進化、この進化っていうメカニズムは、生物というのは大抵自分たちオスメス5つよりもたくさんの子供を産む、でその中で優れたものが残るという、その言葉で言えばアルゴリズムですよね。たくさん産む、選ばれて残る、たくさん産む、選ばれて残る、その過程によってさまざまな変異ができてくるし、種が分化していくし、出てくる進化が起こるということをこう書いてあるわけです。で、これがなんでこんだけセンセーショナルだったかといったら、その生き物が生まれるというか変化していく今の中できることに対して、神様っていうことを全然必要としなかった。神様なしにこの世の成り立ちが説明できたからということが、もう非常に衝撃的だったわけです。ダーウィン自身は決して新人ではなく、家族と一緒に毎週教会に通い、神に祈る作業をしてたわけですけれども、もう神様なしにこの世が説明できるってこと、それ自体が当時の世の中にとっては先生になっていたわけです。決して進化っていうことがショックだったわけではないんですね。もう進化っていう事実はなんとなくみんな気づいてたわけですけれども、その進化っていうのが神の意思によるのか、それとも全くのたくさん産んで死ぬことによる単なるアルゴリズムによってできるのかということで、このような成り立ちに対して神様を介在しない説明があり得るんだということがもうショックだったわけですね。だからもう極端にこれからダーウィニズムっていうのは走っていきます。もう神様いなくていいんだってことになって、もう全部弱肉強食の世界でいいんだってことになったら、それだったら障害者や病人はどうなんだと、そういう、当時のいわゆる言い方では悪い因子を持った人たちをなぜ生かしていくのか、全く必要ないじゃないかということで極端に走ったのがナチズム。そういうふうになって、それに対して、いや、ダーウィニズムってのはさ良くないよってことになって、進化論の否定まで行ってしまったのが今の保守的なアメリカ。の種の起源という本は世界を変えました。本当に変えました。今例えばコロナウイルスの中で、生きてるわけですけれども、コロナウイルスによってじゃあ死ぬ人は悪い因子を持ってるから死ん で残ってるのはいい因子を持ってるから生き残ったのかという議論にもなってきます。実はそれが本当にしても、それが社会的な意味を持つのかどうか全く別の問題なんですけれども、とにかく私たち今の世の中っていうのがこういうダーウィニズム的な世界に、ある意味生きてるってことは知っておいた方がいいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。